にちは、キリト君。レインじゃないか。こっちに来ていたのか。そうよ、補給部隊の人たちと一緒に来ていたの。そうか、そこでセブンとも会ったよ。二人とも元気そうだな。うん、ありがとう。七色と私の二人でこれからもキリト君たちに協力するわ。だから和平交渉頑張ってね。ありがとう、二人が一緒ならすごく助かる。なんだか照れるわね。キリト君がそんなことを言うだなんて。七色だったら調子に乗っちゃいそう。いや、二人が頼りになるのは事実だぜ。じゃあ頑張って調子に乗ろうかな。七色もきっと同じ気持ちだと思う。ああ、二人ともこれからもよろしくな。